南駒ヶ岳は、長野県の基礎山脈にある標高2841メートルの山、日本200名山に選定されている。南駒ヶ岳は、北の宇内岳、南は、コスモ山へと続く、基礎山脈の主猟線上にある。山頂付近には、河口岩の岩が乱立しており、小さな神社の祠がある。遮るもののない山頂からは360度の展望が得られる。 山頂の東側には、すり鉢久保カールがあり、すり鉢久保避難小屋が建っている。また、カール下部には、山肌が大きく崩れ落ちた百軒なぎと呼ばれる箇所があり、現在も崩壊を続けている。森林限界の廃末帯には、高山植物のお花畑が広がっている。稲谷川の山麓の飯島町からは、春になると、カール上部に五人坊主の雪形を見ることができ、 農作業の時期の目安として古くから利用されてきた。深田久也が日本百名山を選ぶ際、基礎駒ヶ岳に次ぐ基礎山無役の二つ目の山を南駒ヶ岳と宇津木岳のいずれにするか最後まで迷ったが、最終的にはわずかに背が高いこと、そして山名の美しさから宇津木岳を選んだ。山頂は基礎山無の主要線にあり、南北の重層ルートとなっている。 北から南へ、宇津木岳、赤奈木岳,岳、南駒ヶ岳、仙外霊、コスモ山の後方が連なっている。山頂から、西の伸びた尾根に沿った登山道がある。南駒ヶ岳への最短ルートで、稲川ダムの先の今朝、沢林道の鶏小屋橋に登山口がある。基礎山脈の友人の山小屋は、完全予約制となっている。駒ヶ岳頂上山荘にのみ、キャンプ指定地がある。 小臭山から望む基礎山脈、ありがとうございます。